宇都宮駅、宇都宮駅は、栃木県宇都宮市川向町、川向町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本及び、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。東日本旅客鉄道宇都宮駅の所属路線は、東北本線、日光線、東北新幹線、山形新幹線及び、秋田新幹線である。なお、 正式な線路名称上では、東北新幹線は、東北本線に包括され、山形新幹線、秋田新幹線という線路名称は存在しない。また2002年の東北新幹線八戸、延伸開業以降、秋田新幹線の全列車は当駅には停車しない。当駅は1885年、明治18年7月16日に、日本鉄道第2区線の駅として、 開業、1890年、明治23年6月1日には同じく、日本鉄道が、宇都宮駅から日光に至る支線を開業し、国有化後の1909年、明治42年10月12日、日本鉄道、第二区線及び日光に至る支線の線路名称は、それぞれ東北線及び日光線と制定された。その後、国有鉄道時代の百八十二年、 昭和57年6月23日には、東北新幹線の開業と同時に、東北新幹線の駅となり、分割民営化され、東日本旅客鉄道に継承された後の1990年、平成2年3月10日には、上から黒磯間に、宇都宮線の愛称が付けられた。現在、当駅には、在来線の宇都宮線列車、上野駅発着、上野東京ライン、 湘南新宿ライン、黒磯駅発着など、日光線列車、カラス山線列車、東北新幹線、山彦、那須の山形新幹線、翼が発着し、在来線の列車はほぼすべての列車において、東駅が始発、終着駅となっている。また、東北、北海道新幹線、早草、早手及び、秋田新幹線、小町は、東を通過するが、 仙台駅や森岡駅などで改札を出ずに乗り換える場合に限り、いずれも1枚の新幹線特急券で利用可能となっている。事務官コードは41万千十二1 2を使用している。南北に伸びる地上の東北本線、宇都宮線、高架の東北新幹線の線路西側に沿うように建設された地上3階建ての駅舎である。うち3階設備は新幹線ホームのみで、 一から二階は主に南側が JR 東日本の駅施設、北側は宇都宮ステーション開発の駅ビル、パセオとして利用されている。駅ビル、パセオと駅改札前、栃木グランマルシェを中心に駅舎ビル全体で合施設が展開されている。改札は駅舎ビル二階にあり、改札外には緑の窓口、ビュープラザ、自動券売機、近距離、 指定席券売機、駅ネット券売機、駅事務室などのほか、インフォメーションセンター、観光案内所などが置かれている。また改札内には、待合室や新幹線乗り換え改札、生産所、生産機、コインロッカー、多目的トイレ等が設置されている。在来線ホームは、駅シャビルの東側地上、新幹線ホームは、駅シャビル3階に付設されており、駅改札内コンコースと、 各ホーム間には、階段のほかエスカレーター、エレベーターが設置されている。駅北東には、宇都宮運転所が併設されている。駅シャビル2階には、駅西口にペデストリアンデッキ、および駅東口への東西自由通路が取り付けられており、それぞれ開花は、バス乗り場、タクシー乗り場となっている。東西両口にも階段に加え、エスカレーター、 エレベーターが設置されており、バリアフリー化されている。校内には、駅ビルパセオやと、チギグランマルシェをはじめ、駅舎2階を中心に、カフェベック、エスコーヒーショップ、改札街及び新幹線改札内や、コンビニエンスストアニューデイズ、在来線改札内及び幹線改札内、駅外電気をすく、駅舎1階、西口交番脇、 在来線改札内及び新幹線改札内、北蕎麦、改札外及び新幹線改札内などの商業、施設隠し小売店が入居している。駅舎ビル北側一、二階に入る駅ビル、パセオには、カフェ、スターバックスや、ファーストフード、モスバーガー、サヌキうどん専門店、丸亀製麺などの飲食店のほか、スーパーマーケット、成城石井、ドラッグストア、松本清志。 菓子専門店、東京風月堂、お菓子の町岡など食料、生鮮食品、以上一階、雑貨、副食品の小売店や書店、ヤエスブックセンター、以上二階などが入居している。また、宇都宮駅改札に面する、栃木グランマル市には、土産店やニ,ニューデイズ、餃子専門店、足利銀行 ATM などが入居しているほか、東西自由通路口には、ロッテリア宇都宮駅、 ビルパセオ店が出店している。また3階は、宇都宮民民、銀座工事コーナー等が入居する、レストランエリア、およびホテルアールメッツ宇都宮フロントがあり、4階以上は、同ホテルの客室となっている。駅舎ビル南側1階には、宇都宮東警察署の宇都宮駅小判が所在する。1903年、明治35年2月に、 宇都宮警察署停車場巡査派室署として設置されたのが期限で1982年昭和57年6月の東北新幹線開業に際して現在の駅舎ビル1階に移設された新幹線ホームは高架上に16両編成対応の相対式ホーム2面を有しこの間に通過線本線2線2.3番線を挟む 在来線ホームは、単式、島式ホーム3面5線の地平ホーム、15両編成対応となっているほか、5番線と7番線の間に、貨物列車等対比線、6番線を有する。島式ホームの7.8番線及び9.10番線ホーム上には、グリーン券券売機が設置されている。すべての新幹線ホームび在来線ホームには、 改札外である2階コンコース間を結ぶ階段の他エスカレーター及びエレベーターが設置されバリアフリーに対応している。宇都宮駅は日本国有鉄道の駅構内販売機関自らの遠隔において地元業者白木屋がホームで発売したおにぎりが最初の駅弁である駅弁発祥の地とされている駅弁期限も参照。かつては 復帰道弁当部と松の家の2社が営業していたが、復帰道の撤退に伴い現在は、松の家1社のみの営業である。かつては、松の屋、復帰道の両社とも、駅構内で立ち売りを行っていたが、現在は消滅した。主な駅弁は、下記の通り、2017年度の1日平均乗車人員は37,586人で、JR の駅としては、 北関東三県で最も多く、南関東一と三県を除く、JR 東日本管内の駅では、仙台駅に次いで二番目に多い数字である。JR 東日本全体では、第百十七位となっている、二千十七年度。なお、旅客収入額は、JR 東日本で、第十三位、二千九年度で、東京電車特定区間以外の JR 東日本の駅では、 仙台駅、新潟駅に次いで3番目に多い。また、JR 東日本エリア内の新幹線の1日平均の乗車人員は13,456人で、東京駅、大宮駅、仙台駅、高崎駅に次いで5番目に多い数字である。宇都宮市の中心市街地は、駅西側を流れる田川の対岸位置の 2km 西方に広がり、 栃木県庁や宇都宮市役所などの地方行政の諸使用機関や国の地方機関などがに荒山神社やオリオン通り周辺の中心市街とその周辺部に所在する。宇都宮駅西口はこの中心。市街地に面し、ビジネス客や観光客が訪れる宇都宮の玄関口である。宇都宮駅は日本鉄道第2区線。 大宮宇都宮間の開業に伴い開設されたが、当時より国内有数の人口を要する地方都市であった宇都宮では、線路が街中、市街地を避けた田川対岸、宇都宮の東側にいわば追いやられた格好で設置された。一方で、路線敷設工事が急ピッチで進められたこともあり、駅周辺整備が十分でないまま開業となったこともあって、当初は駅と 県中心街を結ぶ大通りが開通しておらず、日本鉄道、第二線区の開通式に参列し、栃木県庁を訪問した、宮内京、伊藤博文、鉄道局長、井上正、東京府知事、渡辺光貴らは、田川下流部にかかる押し切りを渡って、宇都宮の街中に入り、県庁を目指した。その後小袋町、現在の上河原の付近と柳瀬村の土地を買い上げて、道路とし 田川には、宮の橋を架けることによって、現在の大通りが開通した。現在、駅前広場の南側ロータリーには5面のプラットホームに、計1 8のバス乗降場とタクシー降車場が、また北側ロータリーには、タクシー乗降場と一般車両乗降場、タクシープールが設けられている。一般車両については、広場内で待機する車両への市営駐車場、20分まで、 無料利用と南側ロータリーへの侵入を回避し曝露待ち、交差点、旧欧州街道との交差点方面への走行を誘導している。当駅西口と市街中心地の間は大通りで結ばれ、関東自動車、東の交通、JR バス関東の路線バスが、頻回運行され、所要時間5分程度、運賃大人片道150円、広い歩道も整備されている。 所要時間は15分から20分程度。大通り沿いにはビジネスビルが立ち並ぶが、一歩路地裏に入ると自社が林立し、城下町宇都宮の面影を残している。なお西口は北関東最大の都市でありながら、駅前として醜い景観25選の1位に選ばれてしまった。経緯があり、老朽化が著しい建物の乱立やの混在する。 看板などで景観の悪化が深刻な状態であり、再開発が急がれている。西口第4バイト地区の住宅棟とホテル棟の建設が進められており、うちホテル棟は2010年、平成22年12月1日に開業し、住宅棟も同年度中には竣工する計画となっている。一方、宇都宮駅東口は宇都宮駅開業時より、 校内の車両留置線や貨物の積み下ろし設備等として機能してきた用地を1971年昭和46年に宇都宮貨物ターミナル駅へと移転し、また車両基地宇都宮運転所の機能の一部を田端運転所に移し余剰となった線路跡地に設置されたものである。東口地区再開発事業の開始とともに20線を超えた留置線も撤去され、 2008年、平成20年11月1日には、宇都宮東警察署交番、宇都宮駅東口交番、バス乗り場、タクシー乗り場、一般車乗降場が新設された。二つのプラットフォームに6つのバス乗り場、タクシー乗降所、及び一般車両乗降場が設けられている。また再開発に合わせて、川向会長及び東宿郷一丁目のそれぞれ一部の、 町名称が変更され、市の公募によりぐう未来と命名された。東口地区整備事業は、人、物、情報などの交流と賑わいの創出、都市の魅力の向上などに資する多様で、高次な都市機能の導入や、県との顔として、風格のある象徴的な都市景観の形成を、目的としいる。2018年6月21日、宇都宮駅。 東口畜生備事業者選定委員会において、審査が行われ優先交渉権者が決定された。内容は、以下の通り、中央外区一複合施設地上14階ビル、コンベンション施設地上4階、2000人規模収容ホール、交流広場、中央外区二複合施設地上25階ビル、医療施設地上6階ビル、南外区分譲マンション地上20階、 市営自転車駐車場。今後の設計等により変更となる可能性あり、宇都宮駅周辺の主な施設は、以下の通り、近接地区、川向海町、駅前通り、近接地区、今泉、北部地区、南部地区、中心市街地地区、中心市街地西部地区、近接地区、宮未来、宿号、東宿号、北東地区、元今泉、南西地区、 峰、日東、なお、当初東口の出口階段下のタクシー乗り場前にあった餃子像は2008年11月の東口新駅前広場オープンの前に西口バス乗り場に移動された。移設作業中の同10月6日に事故により破損したが、同11月1日の餃子祭りまでに石材業者により修復された。市街地の東部。 田川の対岸に建設された、東駅と宇都宮中心市街地の西部に立地する、東武宇都宮駅とは西に約1 5トル離れており、徒歩の場合、大通りやオリオン通りなどを経由して約20分を要する。西口に市内各地への路線バスや高速バス、羽田空港、成田空港、名古屋、京都、大阪、水戸、北千中、 茨城空港方面のターミナルがある。東口には、駅東地区に向かう一部路線バスの停留所があるが、便数は限られている。当駅から3キロ以上離れた、宇都宮清原球場でプロ野球などの試合が開催されるときは、無料のシャトルバスが運行される。無料で乗れることからロータリーが混雑する光景も見られる。JR 東日本が提供している。 ロケーションサービスの一環として、宇都宮駅でも主治の作品で撮影が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。